津波島温泉は、神奈川県横浜市港北区、津波、樽町、大曽根にある温泉。戦前、戦後は、東京の奥座敷と呼ばれ大きな温泉街であったが、現在は数軒の日帰り入浴施設や温泉銭湯が残り、その名残を止めている程度である。かつては、約80軒もの宿泊施設があり、東京近郊の温泉地として、賑わいを見せていたが、 時代の変化に伴い廃業が相次いだ。特に1964年に東海道新幹線が開業したことにより、熱海や箱根、伊豆などへ日帰りで行けるようになったことが追い打ちをかけ、最後まで残った横浜市教職員ご助会、浜系も2008年3月15日をもって閉館、解体され、宿泊施設はなくなった。一方、 その他の温泉施設としては、津島街道沿いにある、日帰り入浴施設、津島ラジウム温泉東京園や、銭湯の富士の湯及び太平館が現在も存在している。このほかビジネス旅館、解体されていない建屋にその面影を止めている。東京園は、歌手の三橋道也が、下積み時代にボイラーマンをしていたことでも知られ、過去には、 地元小学校の校舎建築チャリティコンサートにも協力していた。大広間の休憩室にはエアコンがないが、夏は窓からの風で涼むのが心地よい。また、飲食物の持ち込めに制限がないことから、湯上がり客が本を読んだり弁当を食べたりして、くつろいでいる姿が見受けられる。時折、若者たちが楽器を持ち寄りコンサートを開くこともあり、世代を超えて、 広く親しまれていた温泉である。しかし、神奈川東部方面線の工事の影響で2015年5月19日より無期限休業しており、今後については仮店舗という形で銭湯のみの営業再開を検討しているという5月時点で不明。2016年4月、港北区村町に新たな日帰り温泉施設、津島源泉湯煙のショーがオープンした。 自社の路線案内図に直営浴場として紹介された綱島温泉浴場東京園の外観綱島ラジウム温泉東京園に関するカテゴリーありがとうございます。